相手を切り裂く驚異のシュート力。左のロングヒッターとして期待されているのが背番号20、中間結花選手です。中間選手は沖縄県出身の23歳、大学ハンドボール界の伝統校、日本女子体育大学出身で、去年のインカレではチーム最多の13得点を挙げるなど高い得点能力が評価され、アランマーレからオファーを受けました。きっかけはですね、まず若いっていうのと、またできたばっかりっていうのがあるじゃないですか。なのでいっぱい可能性を秘めてるかなと思って、でまた環境もいいかなと思ったんですよね。同年代っていうかのが多いので、やっぱりやりやすいかなっていうのがあって入団決めました。ただ学生時代は2度の大きな怪我で思うような活躍ができず、ハンドボールをやめようと思ったこともあったそうです。2回目だったんで、膝の手術がで、ちょっともう空手的にも無理かなと思ったんですけど、でもやっぱりインカレでちょっと活躍して、でまだやりたいなっていう気持ちがあったの でまたこういう機会、世界で挑戦できるチャンスをいただいたのはちょっと本当にありがたいなって思ってます。怪我の間、上半身を鍛えていたという中間選手。その結果、あるシュートが中間選手の最大の武器になりました。私の、得意なプレーっていうのがロングシュート。肩が結構強いと思ってて、シュート力があるかなと思ってます。上半身のトレーニング結構好きだったんで、ベンチプレスとかも部活内ではちょっと筋トレとかなかったんですけど、自分の空いてる時間の時にウエイトトレーニングをちょっとしたりとかっていうのはありました。大森監督も中間選手のロングシュートには期待を寄せています。彼女は私たちのチームの中では外から打てる可能性を秘めた非常にシュート力のある選手だと思って期待しています。試合では冷静さと勝つことを意識して臨んでいるという中間選手。ルーキーイヤーは自分らしさを前面に出して得点を狙います。初めてのいろいろ大会とかになるんで、まずはちょっと試合に出て経験したいっていうのがありまして、それが一つの目標でもあります。でまたですね、いい意味でちょっと新人らしさっていうのをなくして、自分を出していけるように頑張っていきたいなと思ってます。それではここでハンドボールに励む中高生の皆さん必見、中間選手直伝ワンポイントレッスンです。今回は中間選手がロングシュートのコツなどを教えてくれましたよ。ロングシュートのコツですか。自分は怪我が多かったので、人よりもちょっと距離を取るようにしてました。で、なんて言えばいいんだろう、距離を取るようにしてたっていうのと、あとロングシュートでちょっと大切にしてたのが、やっぱ距離が遠くなるとシュート確率がちょっと下がるじゃないですか。なので同じタイミングで打つんじゃなくて、クイックで打ったりとか溜めて打ったりっていうのを意識してました。距離的なことを言うとですね、基本9メートルか10メートルで皆さん打つと思うんですけど、自分は12メートルとか11メートルとかから打つようにしてて、しています中学校までは全然、小柄だったんでロングシュートとか打たなかったんですけど、高校から身長が伸びて、そこからロングシュートを、なんか興味本位で打ちたいなっていうのがあって、それから練習するようになって打つようになりました。ロングシュート得意な人、不得意な人、いろいろ挑戦してやってみてください。頑張ってください。